left in the game. Sai Games.今日も待ちに待った時間がやってきました。まもなくスタジアムでは選手たちの意地と意地がぶつかり合う勝負が繰り広げられるでしょう。サポーターから上がる大歓声がこの独特の雰囲気を演出し、応援が最高潮を迎える頃には試合の態勢が消しているかもしれません。注目の一戦を EATV がお送りします。この一戦を制するのはどちらか、 EATV でご覧ください。皆さんこんにちは。すでにサポーターで満員のスタジアムから注目の一戦もご覧ください。この試合の実況は私西岡明彦、解説はおなじみ国久隆さんをお迎えしています。お送りするのは準々決勝のファーストレグ、これはチャンスだ。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。結構な距離を独走してからのフィニッシュ、スペースを与えすぎるとこうなるんですね。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。再びキックオフ、同点を目指すバルセロナの攻撃です。ロボツカ、これはよく追いつきました。ライン際でボールをキープしました。さあユベントスが仕掛けていこうかという場面、このまま行きたい。ここはクリアします。最近は SNS などでも話題を独占していましたね。今シーズン限りで引退することは皆さんもご存知でしょう。クラブにとっては大きな損失です。代わりを務められる選手は簡単には見つからないでしょうね。おそらくフロントは移籍市場を睨んで動き始めているでしょう。ブラホビッチが裏に出してきた、キーパーが止めました。ファインセーブでチームを救います。ボールを前に運んでいます。中でフリーダが、これは素晴らしいダイビングヘッド。リプレイを見ましょう。いいクロスを上げてきましたね。そして最後はうまく頭で合わせました。ロボツカ、さあアラウホへ。ここでポゼッションを失いました。サポートを使うか、ここは抜いてきた、ゴール。ここでさらに追加点、ついに3点差です。見事なカウンターからゴールが生まれました。
積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。さあキックオフでリスタートです。これで3点差。ユベントスが盤石の強さを見せています。ハフィーニャ、これは強い。ボールをしっかりキープ。アラウコ、ポゼッションを失いました。打った。このシュートは枠の外、意欲はあったもののわずかに外れました。エリック・ガルシア、ここで手を、エルナンデス、エゼキエル・パラシオス、フレンキー・デヨン、ロボツカ、フレンキー・デヨングに渡った。アラウホ、ハフィーニャ、ハフィーニャがボールをロスト。ゴール前で振り切った。ループだ。チップシュートでゴール。キーパーは反応できません。素晴らしいフィニッシュです。あの状況からボールを浮かしてくるとは想定していなかったのかもしれませんね。試合はどうやら一方的な展開になってきています。フレンキー・デヨング、フェラントーレス、エセキエル・パラシオス、ボールはフレンキー・デヨング、フェラントーレス・ガルシア、フレンキー・デヨング、エゼキエル・パラシオス、テオ・エルナンデス。さあエリック・ガルシアへ、絶妙なところに出した。ちょっと長すぎたか。入った。これでハットトリック達成。圧巻のプレーを見せています。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。そして最後は強烈なフィニッシュ。キーパーとの1対1でしたが冷静にかわしましたね。このプレーにはキーパーもお手上げでしょう。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。テオ・エルナンデス、ここでフェラントーレス、エゼキエル・パラシオス、ボールはバルセロナから相手に渡ります。キエザ、決まった。まさにゴールラッシュです。
チームがさらにリードを広げました。この快進撃はどこまで続くんでしょうか。落ち着いていましたね。ショートレンジからあのタイミングで打たれてはキーパーも反応できないでしょう。アディショナルタイムは2分と表示されました。フレンキーデヨン、体を張ってボールをキープしています。フレンキーデヨン、エゼキエル・パラシオス、ホイッスルが鳴って前半終了です。開始です。インターセプトします。行くしかない。ここでさらにリードを広げます。あと何点取るつもりなんでしょうか。フレンキー・デヨン、福西さん、最近大型遺跡に関する噂があるようですね。そうですね、噂の真偽は分かりませんが、ファンの間でもかなり盛り上がっているようです。ボールは現在 FC バルセロナ、ハフィーニャ、バルセロナがボールを失いました。チャンスだ。ピッチが続きます。イエース、ゴール決まった。2対1でしたからね。これを止めるのは難しいですよ。キーパーは味方に文句の一つでも言いたいでしょうね。ボールはフレンキー・デヨングへ。フレンキー・デヨング、フレンキー・デヨングに渡った。フレンキー・デヨング、ここでハフィーニャ、フレンキー・デヨング、ハフィーニャ打ってきたぞ。ここはキーパーに防がれました。
カウンターを狙います。上がっていけるか。キエザうまくかわしました。シュートのチャンスだ。入った。これはナイスシュート。リプレイを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。そしてこのフィニッシュ、この距離ならまあ決めてきますよね。ロボツカ、フレンキー・デヨングに渡った。フレンキー・デヨング、ボールはフレンキー・デヨングへ。ハフィーニャ、フレンキー・デヨング、フレンキー・デヨング、ラフィーニャ、ラフィーニャ、バルセロナパスをつなげない。中の選手にクロスを入れた。勝負どころです。決まった。ゴール。映像が来ましたね。攻め込んでから折り返したパスが効果的でした。そして強烈なミドルを決めてきました。いや、改めて見ても本当にすごいシュートです。フレンキー・デヨング、ここでハフィーニャ、アルトゥール・カブラ、ハフィーニャ、ボールはフレンキー・デヨング、フレンキー・デヨング、ここでハフィーニャ、アルトゥール・カブラ、ハフィーニャ、フェラン・トーレス・ガルシア、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。抜いた。周りを確認したい。手足制限が防いだもののプレーは続いています。どこを狙っているでしょうか。ゴール、ゴール。またこの選手が決めました。これで2点目。近距離からキーパーも反応できないタイミングで打ってきましたね。ナイスボールです。時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。フレンキー・デヨング、ここでテオ、フレンキー・デヨング、
ここでテオ、アルトゥール、フレンキー・デヨングに渡る。ここでグリーリッシュ、アルトゥール・カブラ、テオに渡る。ここでテオ、バルセロナがボールを失いました。試合終了まで1分も切りました。フェラントーレス前に運んでいます。攻めきれませんね。ボールは相手に渡りました。カウンターのチャンスです。チャンス来た、入った、ゴールゴール。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。そしてこのフィニッシュ、キーパーとの一対一をかわして打ち抜いてきましたね。最後は強烈なシュートでした。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。さあ残すところ試合終了です。ファーストレグはユベントスが制し、次のラウンド進出へ一歩近づきました。これだけ得点しておくとセカンドレグはかなり有利に戦えますね。ただ守ることだけを考えて消極的になると危ないので、この試合のように積極的にゴールを狙った方がいいでしょう。次もいい試合に期待しています。